はい、今緊急で動画回してるんですけど、視聴者の方から煮詰まった時どうすればいいんですかっていう超簡単なコメントいただいたんで、ニノさん解決していきたいと思います。はい、どうもポジティブニノティブクリエイティブニノアカデミア、ニノです。今回いただいたコメントはこれだ。じゃじゃじゃんのじゃんの、今日はじゃん。作業したり考えてる時に煮詰まった場合どうすればいいんですか。ふむふむ、学生に限らず大人でも意外と追い込まれた時より煮詰まった時、解決を知らない人多いですよね。オーケーオーケーホーケー、ほっほー。その悩みニノさんが解決していきましょう。それではメモ準備はいいですか。本日のニノアカデミアやっていきましょう。本番よーいスタートです。ニノさんのアカデミア。はい、ということでね、煮詰まった時どうすればいいですかっていうことなんですけど、答え一つです。その作業やめよへって思った方いると思うんですけど、めちゃめちゃ簡単だと思いません？何かやっててすごい煮詰まったんでしょ。煮詰まりすぎて、おでんも一緒、煮詰まって煮詰まって、煮詰まりすぎたら溶けちゃう。美味しいけどね。でも煮詰まったらやめるしかないよねっていう話ですよ。でも重要なのがここからです。その作業一回やめて何すんの。自分が一番ストレスを感じない楽しいこと、趣味やりましょう。やっぱりね、人間嫌なことやってる時とか煮詰まった時とか脳がギューンってなってるじゃないですか。揺るがすためには自分がすごくストレスを感じないことをやるとギューンってなってる、ってなるじゃない。一回リセットされるんで、その後ね、戻った時もすごい作業効率がいいかなと思います。で、一番伝えたいのはニノさんが本当に生きていく上でね、すごく大切にしてることなんですけど、うちの会社の若い子たちにも日頃から言ってることなんですけど、趣味をいっぱい持っときなさいっていうことを伝えてます。一つの趣味があるだけでもすごくいいよ。でもこの趣味がすごく時間がかかったり、やるのに大変な趣味だったとしたら、勉強してます、煮詰まった、野球してちょっとストレス発散しよう、でも野球行くってことは多摩川まで1時間かかるし仲間集めたり、どうしよう大変だ、勉強に戻ろうみたいな、すごく大変になっちゃうじゃん。ってことは、超大変なことからすごい楽な簡単にできることも、趣味がいっぱいあったらさ、めちゃめちゃいいと思う。なので日頃からね、生活してる上でいろんなことに興味を持ってほしいなってニノさんは本当にいつも思ってるし、今の若い子たち、若い子じゃない人でもよく煮詰まりがちだったりとか追い込まれやすい人たちにアドバイスはしてます。実際ね、僕と会ったことがある人はね、本当にこの人なんでこんないろんなことしてていっぱい趣味あんだろうって思うかもしれないけど、最近でいくと今までずっと趣味だったこと一回さて置いたとしたら、イントネーションどうなってる。最近ハマってるところで言ったら、一つ目はアニメ。人生でアニメを見ることが全くなかったのに、2023年なんか新しいことを趣味として取り入れたいなと思ってアニメを見始めて、それよく1年で全部見れましたねってくらいいろんなアニメ見てます。ちなみに今ね、今朝も見てきたのが弱虫ペダル、あれちょっと面白いね。だけどニノさんはみんなに勧めたいのは、古いかもしんないけど、ハイキューです。ハイキュー最高だね。セッター S たまらんばい。見てないでしょ、ぜひハイキュー見てください。あとはもちろんお酒とか食事とか大好きだから常に探し歩いてるし、ファッションも大好きだよね。あとは空間作り、ガジェット周りね、ゲームもそうだね。趣味からの派生でゲーム配信とか今一番その中でもハマってんのは演芸。ちょっとここら辺に写真出すけど、最近インスタグラムもねまた復活させたんだけど、美覚師団いいよね、たまんなくいいんだよ。もう語ったら何時間でも何日間でも話せるぐらい今ニノさん美覚師団にハマってます。それとまた一個趣味ができました。今日朝起きて一番最初にやったのが包丁研ぎ。何かまた新しい趣味を一個増やそうと思って、全然興味も何もないけど、そういえばこの前一緒に食事食べた人が包丁研ぎ楽しいって言ってたなと思って、やってみようと思ってすぐ石買って、今朝包丁研いでみた。見てほら、見える、めちゃめちゃ包丁で手切ったし、ほらダメだよこれ、この手ダメだよとかね、何十個でも趣味、ちょっとやったとかじゃなくて
結構やり続けて人に語れぬぐらいな趣味いっぱいある。話ちょっとそれちゃったけどいっぱいあるから、煮詰まった時目の前にある趣味の中の植物だったらね、ちょっと仕事やってて疲れた、一回水あげよう。水あげた後に植物に、あー元気そうに育ってんね、どう水もいい感じでしょ、もし次喉乾いたらまた連絡ちょうだい、すぐ水に入れくるからとか植物に話しかけちゃったりしてるんです。危ねえやつ。趣味があればあるほど行き詰まった時、煮詰まった時、辛い時、逃げ道をいっぱい作れるかなっていう意味でも趣味を持つことをお勧めします。もしね、趣味の持ち方、趣味の見つけ方が分かんないっていうコメントがもしこのね動画にあったら、見つけ方っていうのも動画化していきたいと思うんで、ぜひコメントいただければと思います。そんな感じですかね。てかこれふざけてるようで本当だからね、絶対趣味あったらめちゃめちゃいいよ。趣味を持つこと、楽しみを見つけること、人間にとって一番大切だと思います。ニルさんのアクテミア、はい、ということで本日のニルアカデミア終わっていきたいと思います。次回も楽しみに出席してくれることを願って、予習復習よろしくお願いいたします。 YouTube、TikTok、Instagram、X 概要欄に貼っとくので、そこにコメント、質問事項とかあったらね、別にニルさんに対する質問でもいいです。ニルさんどういう人なんですかとかでもいいし、自分が悩んでることでもいいです。学生の方じゃなくても、大人の方でも、教員の方でも、誰でもいいので、コメントいただければ動画にしてお伝えしていければなと思います。それではみんなバイバイ。人生一度だからマジで楽しんだもん勝ちだぜ。